スペインの場合は、スイス、中央でボール持って、バック最初絞るじゃん。で、あそこから、じゃあ、センターバックがサイドにしかボール出せないって時に、サイドバックがそのままね、上がってかないで開くんよ。ちょっと絞ってんだけど、この時に、なんか、こっちにボール出ます。で、もらいます。で、こう、徐々にこうはまってくるじゃん。その時に、このままこう開くから、結果、もう、はまるんだよね、こういう風に。これがさ、この時に上がってった方がいいんだよ。そうすると、相手にさ、二択を、ちゃんとウィンガーが落ちてたら二択迫るから、これがね、開いちゃうんよね。そう結構、アスピリクエーターのところでハマったりとかしてて。これ一応ね、インサイドアウトが降りてきてっていう、そういう構造でやろうとしてるんだけど、こう、ハマってる時にインサイドアウト落ちてきてても、もうね、こっちに出せないから、結果ここ潰されて、このワンタッチとかここがうまくいかないと厳しいんだよね。で、バルサだと開かせるけど、ルイス・エンリケだと閉じさせるんですよね。昔、ルイス・エンリケとはアルバとか船加説は言われてたのに、最初ルイス・エンリケはスペイン代表の監督になった時、アルバ呼ばれなくて話題になってましたからね。今はもう、ね、ルイス・エンリケアルバ使って、それでね、アルバの場合はこのサイドのさ、1対1になった時さ、ここの選手が1対1になった時の、この上がりのタイミング抜群ですよね。で、アルバ上がる、その時にここの空いたスペースにペドリ下がる。ペドリちょっと調子悪そうでしたよね。ペドリ下がる、中に、サラビアとか入る。で、得点シーンとかは、選手がこの間で前向いて、サラビアとかのこう、なんか閉じさせて、外のアルバでしたから。なんか絞ったところから回しつつ、そう、角度増やしてみたいにできたらいいんだけど、結構そこは、ルイス・エンリケとチャビで考え方違うんだみたいな。あの不思議でしたよね。スペイン代表その 4-1-4-1 でこうポゼッションみたいなイメージ強いけど、ボールを前に送った時に何かしらで失敗するじゃん。切り替えむちゃくちゃ早いのよ。特にガビ、ガビはスタメンとかになるでしょ。全然ガビとブスケツ早いし、サイドバックも絞ったままだから、切り替えの時にちゃんと早めにそこ行けるっていう、広がってないからさ、ギュッて。だから日本が引いて守ってます、間にボール来ました、そこで奪えるかっつって奪った、そっから逃げるっていうのができない可能性ありますよね。で、森田のコンディションとか田中碧とかその辺のレベル、バックパスもらった後のディフェンス陣のレベルとか、そこが重要になってきますよね。I'm